こんにちは。週末の楽しみの時間がやってきましたね。天気も良くてテンションが上がっております。今日は2月21日大丈夫フェブラリーステークス、今日も大穴狙いですか。39倍ぐらい、7番アンダーリーデル18倍ぐらい、9番サンライズノバが6倍ぐらい、3番人気でしたね。今日は久しぶりに勝てるんじゃないですか。実力伯仲の大混戦を制するのは果たしてどの馬でしょうか。さひろさん、直前の馬の状態どういうふうにご覧になっていますか。そうですね、まあ、馬の状態、まあ、みんな良さそうではありますけどね、まあ、個人的には、競馬エイト市場の初めてご本命にした、まあ、ストリストサンダーに頑張ってもらいたいなと思いますけど、13番のストリストサンダーです。まあ、この馬は、今年の北海道シリーズが始まった時は、まだ2勝クラスにいた馬で、はい、まあ、そこから一気にこの舞台までこう上り詰めてきたというね、今の勢いっていうのは本当に侮れないと思いますし、まあ、2走前この舞台で三大地の馬と接戦した馬なんで ね、舞台適性にも心配がないんで、ソリストさんがこの馬に僕は注目しています。6番人気ですね、はい、さあ枠入りは順調、残りは1頭です。16番のレッドゼルと川田優奈師匠と2度目の栄冠に向けて今レッドルベルが収まりました。第38回レッドルベルが来ました。オースマスことレッドルベル、さらにはやはり1番エアアルマスが来ました。そしてアルプトスのコースター3番カフェファラオも前に取り付いていきました。さあランコースに入っていきました。まず先手はやはり1番のエアアルマスが掴みました。そして2番手外4番のヘリオス、さらには8番のワイドファラオも来ました。前3頭見るような形、14番のオーベルユ、内からは3番のカフェファラオ1番人気、そして2番人気アルプスがピタリとマークしています。11番のスマートダンディ、内からは7番のワンダーリーデル、その間から12番のヤマリンアップスでこう1点、その後ろ16番レッドルゼル、末足に効きます。内から10番のエアスピネル、さらにはその後ろオレックスの星、13番ソリストサンダー、内から5番のサクセス
戦が G、その外、インティはこの位置、インティは後方です。15番のミューチャリー、そして最後方からスペアシンときます。10番のサンライズの場で3、4コーナーの中間地点、平均ペース46秒、平均ペースに落とし込んだのが8番のワイドハロンです。前半800m で平均ペースで行きました。前に後ろの方います、ね、1番のヤールマス、そしてわずかに先頭、8番のワイドハロンで4コーナーから最後の直線に入っていきました。レッドルセルはまだ後半、そして1番人気カフェファローは3番、3番で後位についての強いペースです。さあ、2番のヤールマス、ヤールマス、そして2番手3番のカフェファローは上がっていった。そして3番から10番、レッドルセルも上がってくるが、先頭ヤールマス、そして単独2番の3番のカフェファロー、そして10番のエアールマス、さらに7番の選手です。来週ですかね。次は勝てるかな。直線も本当に前の馬たちが割と早めに。